皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？本日はあまり知られていないモーリス・ユトリロの10の事実についてご紹介いたします。近代のフランスの画家で、彼は生活環境に恵まれませんでしたが、因子治療の一環として行っていた描画が評価されることになりました。モーリス・ユトリロは1883年にフランス・パリのモンマントルの丘の麓に位置する町にシュザンヌ・バラドンの子供として生まれます。ユトリロが生まれた時から母シュザンヌは張り子をしながら画家として活躍していました。そのためユトリロは体が弱く情緒不安定でしたが、シュザンヌはユトリロの世話をユトリロの祖母マドレーヌに任せていました。2歳のユトリロは転換の発作に見舞われ、その後も後遺症が残っています。これはユトリロが7歳の時の母シュザンヌによるデッサンです。母シュザンヌの気まぐれな男性関係に振り回されたこともあり、ユトリロは精神病を患い病院へ行きます。17歳になったユトリロは臨時雇いの外交員の職を得ますが、4ヶ月しか持ちませんでした。また他の仕事でもユトリロの気難しさと激情、そしてアルコール依存症の悪影響によって暴力が目立ち始め、一家はその翌年に転居せざるを得なくなります。この頃から水彩画を描く練習を始めます。医師は母シュザンヌに、彼が興味を持ったことはやりたいようにさせることを勧めたため、ユトリロは風景画などを制作していきます。アルコール依存症の症状はひどく、彼の精神は蝕まれていったことで、21歳の時には精神病院に入院しています。周囲が驚くほど穏やかになり、症状の改善が見られ、病院を出たユトリロは自分の進路を画家に定めます。モンマニー風景、屋根はユトリロの画家としての初期の作品です。画家としての生活は肉体的にも精神的にもユトリロを解放していきます。26歳の頃、モーリス・ユトリロが画家として最も高く評価されていました。ラパン・アジルやコタンの袋小路は当時の代表作です。この頃のユトリロは健康状態が再び悪化し入院もしていますが、パトロンがついたりサロン・ドートンヌなどの展覧会にも出品し、画家としては活躍していきます。ユトリロは中年頃から宗教に熱を入れ始め、1935年52歳でルーシー・バロワと結婚します。その頃までに彼の病状はかなり悪くなっており、外出できなくなりますが、部屋の窓から見える都市風景を描き、またポストカードや記憶を厳選に絵画制作をします。生涯アルコール依存症に悩まされますが、70歳まで生きます。ユトリロは1955年に肺炎で亡くなります。アルコール依存症が理由で絵を描き始めるという異例の画家だったにもかかわらず、展覧会にも出品し、画商からも高く評価されたモーリス・ユトリロ。そんな彼のあまり知られていない10の事実を早速見ていきましょう。1. ジップは不明なまま。ユトリロが7歳の時、スペイン人の画家で美術評論家のミゲル・ウトリリョイ・モルリウスがユトリロを自分の息子として認知しています。ですがジップは酒飲みのオアッシーという人物という説、シュザンヌがモデルを務めていた画家のルノワールという説など諸説あり、真偽のほどは判明していません。2. 母は奔放な画家。ユトリロの実際の父親が未だに不明なほど、母シュザンヌは恋愛に対して自由奔放な女性でした。画家のトゥールーズ・ロートレックや音楽界の異端児と言われたエリック・サティとも付き合いがありました。その後も資産家のポール・ムージスと結婚しますが、その後ユトリロの友人で
ゆとりろよりも年下である画家志望のアンドレ・ユッテルと再婚しています。この母シュザンヌのあまたの恋はゆとりろのアルコール依存症にも少なからず影響を与えていたでしょう。3、複雑な環境が精神病を促進。8歳の頃、小児科で精神薄弱と診断され、専門病院に入れることを勧められますが、プライドの高いシュザンヌはそうせず、ゆとりろは祖母の元に戻ることになります。母シュザンヌの結婚相手、ポール・ムージスは、ゆとりろを精神病院に強制収容するため、警察署長に、ゆとりろが精神病患者で放置するには危険という旨を宣言する調書を作らせています。ゆとりろは留置所の医務室に拘束され、その後パリの精神病院に移送されます。4、生涯ゆとりろを悩ませたアルコール依存症。ゆとりろのアルコール依存症は彼を母の代わりに育ってくれた祖母マドレーヌにも原因があったようです。彼女自身もお酒には目がなく、一種の精神安定剤として孫に酒を飲ませていました。その結果、ゆとりろは17から18歳でアルコール依存症に対する治療を始めることになります。気管棒だったゆとりろの世話に手を焼いていたのはわかりますが、子供にアルコールはやはり健康面でも良くなかったようです。5、画家としての出発。医師の勧めで好きなことを続けなさいと言われ、最初は真剣に制作を行っていなかったゆとりろでしたが、初めは風景画を描き始めます。画家である母シュザンヌも彼の絵に助言していたようですが、基本的にゆとりろは独学で制作を行います。ピサロやシスレイが用いた印象派独特の点描技法を用いて描いた作品がモンマニー風景、屋根です。この頃から本格的に画家としての道を歩んでいきます。6、絶頂期、白の時代。1909年からがゆとりろの画家としての絶頂期と言われる白の時代です。その年、ゆとりろは人生で初めての展覧会、サロン・ドートンヌに2点出品しています。そのうち1つは彼の代表作、ノートルダム橋でした。その年の翌年、画商、ルイ・リボートが最初の買い手として現れます。これ以前にも絵は売っていましたが、画商にではなく、ゆとりろは買ってくれるものであれば誰にでも絵画を売り渡していました。この頃ゆとりろはパリやランスの大聖堂などを描いていました。7、カスクルートの酒場で制作。アルコールの影響で警察にお世話になった時に元警官のセザール・ゲイという人物に出会います。彼はカスクルートという酒場を開くと同時に、別の人物が経営していたベル・ガブリエルという店を所有していました。ゆとりろはそこに出入りし、飲食するだけではなく、彼は店の奥で絵を描くことが許されていました。完成した絵はゲイが自分のカフェのホールにかけ、それが好評を博し、芸術家としてモンマントル一帯に認知されるようになります。8、ポストカードでも人気、色彩の時代。約10年間続いた白の時代では、光と明暗法の調和による統一感のある作品を描いていました。その後は黒い輪郭線や幾何学化でバランスを保つのが特徴的な作品を制作していきます。モンマントル通りの角がこの時代の作品で、現在でもモンマントル地域を訪れる観光客から、彼の当時の作品のポストカードはとても人気があるようです。9、アルコールの影響で逮捕歴も。白の時代にゆとりろ一家はモンマニーに移り住みますが、一家は経済問題に直面することになります。バラドンもゆとりろもユッテルも収入が全くなかったためです。
一時期はゆとりろは石膏採掘場に働きに行きますが、公衆の面前で大暴れし警察沙汰になりました。その後ゆとりろはアルコールの影響を受け続けていきます。泥酔した時にそのアルコールについてと猥褻の罪で起訴され罰金刑を受けています。10、複雑な家庭が影響した名前。7歳の時、スペイン人の画家、美術評論家ミゲル・ウトリリョイ・モルリウスがユトリロを自分の息子として認知します。それによりモーリス・バラドンはモーリス・ユトリロに改姓されます。またユトリロは絵画に署名する際、モーリス・ユトリロ V と記していました。これはかつての姓であったバラドンの頭文字であり、自分の母親の喪失を告発するものと考えられています。あまり知られていないモーリス・ユトリロの10の事実、いかがでしたでしょうか。家庭環境に大きく左右され、精神病やアルコール依存症で生涯苦しみつつも、絵画の力でそれらと付き合い続けてきたユトリロですが、その治療の一環であった絵が評価されることで彼の苦しみも少し和らいだのかもしれません。本日のお話はここまで。それではまた。